な心なしか泡の味がおかしくない。ああ、花焼さんだ。魚が恋しくてたまらない。暖かいところで眠りたい。必ず生き延びてみせる。足取りがつかめない。どうしてお前は。あいつ弓を見て差し上げましょうか。申し分のない出来でございます。恐れながら素材が足りないようです。お侍様。またお侍が現れたらしいの。年寄りで。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。また頼むぞ。その太刀が錆を知りませんわ。許してください。だって蒙古の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に。酒井様、ご無事で。お言いつけ通り街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ。さらばだ。気のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな、言ったろ。望みはあんたが夫になる男だ。踏み殺されたのその人のことだよ。ひどいようだけど、夫になろうと決まったのは刀鍛冶をお探しですか。乗っ取られるなんて嘘みたい。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。登り旗は見つかりましたか。武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。今から少し昔のこと、賊に囲まれたことがあってな、一人で戦おうとしたところ急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。
他の者にも聞かせてやらねば。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。しっ、しゃ、鎧はお体に合ってます。